ここがおじさんの守る町、帝のおわす千年の都、京。すごい、江戸とは全然違う。どこもかしこも書いてみたいものだらけだ。イズローだ、逃げろ。早く早く、巻き込まれちまう。セリザワカム、我らの奉するはまことのこと。まこととは、すなわち指導だ。指導に照らし鑑みた。はずるなきのみ大使たり。指導にもとる者は腹を切るべし。力ずんば、斬首のみ。さんだって分かってんだろ。チートばかり、やんちゃが過ぎちまったって、うん、もはや言葉は無用。指導覚悟のとがりたい。僕がメイドに送ってあげる。セリザワカム、悪を召されよ。この旗ある限り、我らは京を守り、姿勢を尽くす。それが我ら新選組だ。かっこいい。ああいうのを男子の本懐って言うんだろうな。よし、善は急げだ。西本願寺に向かおう。俺も。おっと、勘弁ならんよ。
お久しぶりです。俺です。え、誰？あ、エイト？それが君の名前なのかい？いや、違いますけど。あの、何を熱心に見てるんですか？世の断り。このどこにでもあるような中庭に断りがあるというんですか？もちろん。世界のすべては断りと因果でつながっているからね。かつて僕はこの目に映る世の断りを紙の上に描き残して永遠のものとするため絵を描く修行を積んでいたんだよ。だがその修行はついえた。僕の目に映る世は紙の上に描き残すにはあまりに複雑すぎ、猥雑すぎ、苦害すぎたから。故に僕は絵を諦め、剣の道へと風のごとく身を翻したんだ。世界を刻みそぎ落とし、純粋な断りに落とし込むそのために。だから僕はここにいる。三つ姉さんから話は聞いているけれど、君は何をもってここに来たんだい？俺の素性に気づいてたんですか？芹沢さんをやっている僕にポケーッと口開けて見とれてた時からね。ボケボケしてたら天才剣士は務まらないもの。だったらどうして？仁王様みたいに気負ってたからからかいたくなっちゃって。なんかそういうのかゆくなるんでござるよ。まあでもさっきのやりとりで分かったよ。君は大成しない。姉さんのとこに帰った方がいい。なんでですか？奇才と謳われた僕が、剣の極意は世の断りを見ることぞ、そう教えてあげたんだよ。老なく極意を授けられるなんてそうはない幸運だ。なのに僕が世の断りを見てるって言っても君はピンとこない顔してた。好機を生かせない子は長生きできない。だからダメ。確かにそうかもしれないけど、ここまで来ておめおめ帰るわけにはいきません。それにおじさんから教わった剣、俺なりに励んできたんです。せめて手合わせしてください。人たちも浴びせられずにうずくまる昔の俺じゃなくなったんですから。その息やよし。でも知らないよ、怪我しても。
これでバックタックバックフッオーバックフッデアフッバックフッバックソーラーナーフッフッバックフッふーん、思ったよりやるじゃない。頑張ったんです。おじさんみたいになりたかったから。指にタコができてる。え、今でも書いているんだね。はい。かわいいこと言うね。ま、いいでしょ。近藤さんのところに連れてってあげる。そこから先は君の才覚次第だよ。ありがとうございます、おじさん。あ、いたいた、近藤さん、トシさん。起きた。一番大隊長がバタバタするな。周りに示しがつかん。よい、土方。見ない顔だが、そちらは？うん、これ、三姉さんとこの子でござる。新選組に入りたいんだって。さっき手合わせした感じ、筋は悪くなさそうなんだけど。まだまだ背中は預けられんということか。ひよっこの頭数だけ増えてもな。どうしたものかな、近藤さん。確かに未熟者ではありますが、誠の旗の下、訓恩に報いるべく、死んでも死なず精一杯奮闘する所存です。何とぞ何とぞ大使の一人としてお迎えいただきた。下、大丈夫？貴様、剣の他に取り柄はあるか？はい、絵が得意です。目の前にあるものの本質を捉え、つぶさに紙に写し取る。剣の修行にもなると叔父から聞いています。うん、ならばその際我らに見せてみよう。僕を描くのはご法度じゃよ。知ってるでしょ、絵に描かれるの嫌いだって。トシさんでも描いてみたら。うん、ありがとうございます。はい。
っ